パズル聞きコレクティビューをご覧の皆さん、こんにちは、マックス・ブレイです。こんにちは、カスケです。今週やること。はい、今週やることやってまいりましょう。もう最近僕はもう、なんだろう、いろいろやってるんですけど、本当に裏営業よ。一日に数回やるようにしてるんですよ。はい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 。マジでロックス嫌いっす。ロックス強いよね。なんか一体だけちょっと頭抜けた強さよね、ロックス。まあ、あいつだけ運絡むから、もうその運を絡まないパーティーで集会すればいいんですけど、どうしても最近は先週、まあ今来てるコラボでちょっとやっぱ使いたいなみたいな感じでラオでやってるんですけど、もうラオのサブちょっと2体ぐらいでガンやられたらもうそっと諦めるオースみたいな。へー。はい、で今週はなんですけど、月曜日が来てます。こちらですね、モンスター育成スペシャルというものが来てますけれどもですね、そんな大してやることはないっす。ラッカゲが頑張りたい方はマヘラ、まあ僕らは今週マヘラ頑張るんですけど、まあ、来週から来るね、友情ガチャのこのイベントとか、まあ、ありますけど、ほとんどの方はもうこれ、ランダム。ほとんどの方はランダムですかね。もうとにかくこれ、ぐらいしか、パッとは思いつかないんですけれども、今週は。はい。これで、まあ、一回クリアするでもいいですし、最悪ね。まあ、あとはもう他のこと、もう、闘技場やりたい人は闘技場やればいいし、パーティーいろいろ育成したい。このパーティー作りたいと思ってる方はそれを進めればいいと思います。本当に今週はで、まあ来週というか、これ今週の12、土曜日ですかね、来る。まあ1回だけクリアするといいよね、プラス9999、まあ1万プラスね、1万プラスもらえるよっていうやつ。これよく考えたらね、これ結構えぐいっすよね。30体分じゃないわ、29739だから、そうですね、うん、33体分297作れるっていう。まあ昔のパソコン、iPhone のガワフって30体までこうキャラ入ったんですけど、今、はいはい、って25体じゃないですか。でもうまい。まあ、僕のからする一面、いわゆる一面っていうと30体なんですけど、感覚としてね。それ一連分バンともらえるって結構えげつねえなって、まあ、思います。すごいね。だから必ず。でも難しいんでしょ、これ。村井さん、これ前回、仕方しました新連番。正直仕方しました。まあまあっすね。まあまあむずい。どこだったかな、ベロアとかで俺やった気がするんですよ。ここベロアとかめっちゃ簡単そうでやったと思うんですけど、いやそれなりの難易度でしたね、これ。なんだったっけ、ボスが硬かったかな、魔女が硬かったのかな。とりあえず無効貫通が結構必要になってくるみたいな。多分その裏闘技クリアできるから、裏営業とかクリアできるからここもクリアできるみたいな感じではなかった気がするな。なんかパーティーの構築的な感じで組むやつだと。で、これが熱いっすね。あ、超プラス3時間すげえじゃん。これが熱いですけど、まあ3日間なんでね。まあ、強いて言うと、これ9日分一気にやれるよぐらいの印象。なので、まあやれるんだったら3日間なんで6万全部やれば。プラス、だいたい。7000の1時間で約7000プラスなんですよ。はいはいはい、はい、超プラスって。で3時間でまあ2万1000、まあ2万ぐらいって考えると、まあ 3日間全部やったら6万入るよっていうような感じですね。まあなんで9時間でいける話なので、まあぶっちゃけ要はね、超プラスコツコツやってれば別にこれこの期間に別にガッてやる必要もないかなっていうのが個人的な、日常的にやってれば、ね、そうです、そうです、そうです。で、この中で、まあ、作ってないキャラがいたら、対象のこの、これはやった方がいいかなとは、思います。この中だと、作っとくべきキャラは、まあ、やはり、エイル、カラクリ、ゴエモン、マシンノアの下の3体。プラス、まあ、ヒパーで高速周回というか、ソロでの周回やる方は、ニーズヘッグも作っとくと、1、2体、まあ、2体ぐらいでいいかな、現実的に。まあ、3体使うケースもありますけど、まあ、2、3体でいいかなっていうぐらいかな。昔はルシャナは結構みんな作ってたイメージがあるんで、ルシャナは今でも強いです。やっぱりなんですかね、追撃持ちっていうのが偉いんですよ、ルシャナは。あと、そのスキルがベースで4ターンで、あいつ確か暗闇耐性持ってたかな、ベースで。暗闇2個持ってるんですね、っていうのがもうめちゃくちゃ偉い、はいはいはい、キャラなので。まあただもうこれお話ししてるこのタイミングでもうルシャナです。もう今日で終わりっていうね。ああ、確かに。ルシャナは。あ、そうか。うん。まあなので、余裕、まあ作ってる方は作ってていいんですけど、ただその環境的になんですけど、追撃の評価って、ちょっと下がってるんですよ。そうだね、そうだね。ぶっちゃけ。はい。
まあ、追い打ちリーダーが結構一世を風靡している環境下なので、あのルシャナとかのその追い打ち系のスキルが、あ、いや、別にその追い打ちリーダーじゃなかったらいいんですけど、もちろんね、だから無理して作る必要もなくなってきたかなっていうような印象があるキャラですね。だから追い打ちない、どうしよう、あ、だったらリーダー追い打ちリーダーにしちゃえばいいやっていう選択肢が取れるようになったんで、うん、そこまでかなっていう。だったら下のエイルがこの中だと一番使われるキャラ、圧倒的に、もうそうだ、圧倒的にエイル、そうだね、うん、で、まあエイルなんですけど2体作っててもいいかなとは最近思い始めました。遅延、フル遅延と遅延4、あとは回復強化プラスみたいな潜在の振り分けと、あと超覚醒で、テープ対策と L 字防御だったかな。あの基本もう僕50倍化強化のエール必要ないかなって最近思い出してきてるので、エールの超覚醒 L 字軽減と、まあ L 字軽減、うん、これ L 字軽減、まあ、あとテープ対策、まあ、とりあえずテープエールは本当に作っとくといいかなと。うん、テープエール、テープエールがあるとやっぱり闘技場三振異形両方ですね、裏異形もそうだし裏でもそうなんですけど、やっぱ活躍します。やっぱり活躍するとかすごい楽になる、クマだけ考えればいいんで。すごいテープスープみたいな、テールスープ、テールスープ牛タン食べる、牛タン食べるちょっと大胆なんだけど、東北行きたいけど、東北っていうか仙台ですね。仙台最近行ってない、行ったわ、もう勝つ絶対行くわ毎年行くわ。はい、で次これっすね。まあ村さん余裕あるかな、強化、あ、行けますね。あ、やばっ、え、変わろう俺と、え、やばっ、え、ノエル全部俺くれないですよこれやばっ、え、これ絶対村井さん、これもう全通っすって、これ、え、嘘、全通っすよ、やばっ、え、完璧、いや最、いやこれ下手に交換しなくてよかったっすね。いや素晴らしい、もうイベント乗っかりましょうよ、これは乗るしかない、このビッグウェーブ、やばい、全通、いや、全通。いや、羨ましい。すげえ。やばい。これめっちゃ、え、40近くまで溜まるんじゃないかな。もうちょっと行く。え、これ3体でいけるんですよ。え、全然全通して。いや、もう全通っすよ、こんなん。やば。羨ましい、これ。あーははー。こんだけあったら、ねえ、何日分と、連磨やれる極連か。いくらでもやれるな。やばい。幸せっすよ、この光景は。キモいな、これ。これで6、40ちょい行くな。あ、50ぐらいまで行く。やばい。私からすると半年分ぐらいやで、ね。いや、まあ、まあ、そう、実際そんなもんなんですよ。ユーフォロそんな激しくガチャ、ね、ガンガン引くわけでもないから。うん、いやー、こんだけいたらね、しばらくはもうスーパーノエルのこと考えなくていいっすよ。確かに。今まで行った。なんか、これ。玉太郎もお願いします。あ、玉太郎、はい。いやいや、大丈夫です。まあ実際村井さんとかね、もうパーティーこれしか使わないっていう方だったら、これとこれぐらいかなみたいな方だったら、そんなに玉太郎も。いつからしてたんだ、そのスーパーノエルの交換は。あ、これ月曜っすよ。昨日。じゃあ、こっから1週間。はい。いや、めちゃくちゃこれもやっといてよかった。よかった。またキングタン、キングタンは、タンはまあいいかな。タンはまあいいかな。いないしね。うん、そうだね。うん、え、タンはね、まあそんなに使う場面は、まあ僕は使いますけど、その降臨キャラとかのスキル上げ、まあまさにこのタイミングですよね。うん、例えばマシンノア作りたいって思った時とかに、そうだね。進化前のマシンノアを作る時とかにやるかなぐらいで、うん、めっちゃ。あ、作ろうかな、マシンのはもうプラス角1しか作ってないですよね。作るか、大変じゃね。いや、そんなことないですよ。あの、これ何がいいって、マシンのはってあの P 上げじゃないですか、前提として進化後は、うん、P 上げになっちゃうんですけど、まあ、進化後作るのがめんどくさいんで、究極進化出せるっていうところでね、スキルが違うんで、進化前と進化後で、でこれ進化後をあのボックパーティーに突っ込んでダンジョンのそのクリアすることにより、まあ、約 70% のスキルレベルアップにかけて、うん、であとドロップしたやつは進化前で育成すればいいんで、うん、同時進行できるみたいなところで、これは美味しいですよ。カラクリゴミモンも同じことができる。なるほど、はい、なので進化前と進化後両方作りたいキャラなんで、マシンの後カラクリゴミモンがそれを同時に作れるっていうのは、これはあの素晴らしいイベントなんですよね。そう、
ただまあそれ用のパーティーを組むのがめんどくさいかもしれないんですけど、かもしれないんですけど、正直今となってマシンのはもうカラクリ声も大したダンルじゃないんで、村井さんのなんすかね、裏闘技とかやってる、あの三振とかやってるパーティーに1枚だけ差し込めばやりたいと思います。ぐらいです、正直。あとはもう今度ランク上げ、まあコラボとかもね、来週スタートだからね。あ、そうですね、サムライスピリッツ、うん、だから今週は割と落ち着いてるので、あの、なんだろう、やることしっかり絞っていい週かなと。先週逆に個人的にいろいろやることあったかなって、玉ドラも回収とかで、まあ、僕も最終日土日でちょっとやってたぐらいなんですけど、なんか先週はなんかこうちょっと落ち着いた週だみたいなこと言ってたけど、先週よりもさらに今週の方が落ち着いてる。うん、そうっすね。だから本当にタマドラぐらいだったんで、タマドラとあとはまあやれる方はそのスペダンの経験値7倍をやってたかなっていうような感じで、先週は。で今週はもうマヘラン、ランダン、あとはまあだからこういうとこっすよね。この10月のクエストとかを消化しとくといいかなぐらいですかね。特にあの今回なんですけど、あのチャレ8、まあ村井さんこれ多分1回失敗してると思うんですけど、8級はね1回失敗してる、うん、あのめんどくさいので。あ、でも偉いですね。あ、めっちゃ偉いじゃないですか。何村井氏地味に、村井氏もう終わってるじゃないですか、ほぼ上級大体。じゃあもうほぼ終わりっすね。素晴らしい。8級やるだけ、うん、素晴らしい。いや、だからこういうのちょっとずつちょっとずつやっぱこの進めていく意識がないと、終わんないからね。そう、終わんないからね。で、もうラスト3日とかになると、もういいやめんどくせえってなっちゃうじゃないですか。なる。だから、もうちょっとで終わるなっていうところまでやっとかないと、やっぱ人間甘えちゃうから。うん、甘えちゃうからね。あとはランダンスね。まあ一応今回なんですけど、今いくつかパターンある。なんかね、まあ、村井さんのボックスで組めそうなの僕がさっき踏んだんですけど、こんな感じです。うん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 。まあ、十字にこだわらないことが一つと、まあ、硬いんで、なんだろう、持ち物検査的な要素は、結構、要素としてはありますけど、何パターンか逃げ道あるというか、逃げ道っていうか、その、回答として、このパーティーの回答として何パターンかあるので、まあ、お手持ちのキャラクターとにらめっこしてですね、組んでいただければまあいいのかななんて思います。ただまあ今回はやっぱり初めて美課金でやってるっていう方だと、まあ、そんな期間長くなってなくて、あとちょっと王冠も結構きついところは結構ありそうな気がします。王冠ボーダーは33万ぐらいってやってます、ね、33万。あ、多分取れますよ、村井さん。このパーティーだったら取れます全然。まあ、ちなみに皆さん、私の話で言うと、ボックスの持ち物検査だとなんだっけ、ラージョンは、んラージャンいな い、あとなんだっけ。いや、だってもう村井さん、そのラージャンさえいれば多分キソニアいない。あ、仮面ライダーもいないからダメっすね。え、 W いたと思うよ。え、 W いました。いないか、多分進化しちゃってんのか装備で。いや、いないっす。あれ、 W が必要なんですけど、W がいないんで。いない。あと何でしたっけ、結構いないんだよね。パターンとしてはいくつか、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、アタッカーゴリゴリのやつもありますし、まあ、まあ僕がやったのはラージャン、バレリア、ウェルドール、もしくはバレリア、あとは仮面ライダー W のやつと、うんうんうん、あとは、まあ、この号機ですね、号機型って言われてるやつ。号機もいない。まあ、アバロンドレイク打って、号機打って、カラット打ってか。まあ、これほぼ号機型を模してるやつなんで、うんうんうん、やり方として。まあ、ちょっとここのアタッカーのエリカがもうちょっと強かったらよかったかな、ぐらいの。なんかいたらよかったけど、ぐらいなんですけど。まあ、でも、十分取れる感じだと思うので、ちょっとやってみましょう。ちょっとランダムやってみましょう。はい。ということで、今週なんですが、まあ、大まかにね、うん、まあ、ちょっと最後雑談になりましたけども、まあ、ランダムと、うん、しっかり、皆さんね、見てる方で、いや、俺クリアできねえし、じゃなくて、一回クリアしてください。必ずね。今回プチノレルラッシュもらえるんで、クリアするだけで。あとね、結局、もう自分王冠取れないから、上の方行けないからっつってやらないっていうのは、ランダムはとにかくそれはもったいない。俺もサブアカでも必ず一回はクリアするようにしてるんで、もうこれだってね、下の方でも2級7 1個もらえたりとか、もう、なんならちょっとやってる方だったら多分30、40%には入れると思うんですよ。ね、だってスーパーノイルもらい時点でもうありがたくないですか？まあでかいわね。スタミナ25でスーパーノイル1体もらえるってだけで、俺はもう全然破格のダンジョンだなみたいな風に思っちゃうんですよ。
だから必ずね、1回はクリアするようにしてみてください、ぜひ。はい、はい、ということで、では今週は以上ですね。以上です。はい、今週は以上です。最後にご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄のリンク、我々の他のチャンネルあります、はい、ぜひともそっちのもご覧くださいませ。さよなら。